はい、ゆうすけです。ゴッドミッション6弾が稼働開始されて 2,3 週間経って、僕はあれ遊んでないんですけど、今回もオリパでカード集めようと思って、はい、いろいろ動画出したんですけど、開封の今回ラストですね。ネットで買ったカードショップかりんとうさんのアルティメットキラキラパックですね。でこれは1パック3000円で、アルティメットが1枚確定で、残りがスーパーレアかキャンペーン、スーパーレアかキャンペーンは5枚で、計6枚ですね。はい。で、ゴッドミッション6弾狙いで、まあ、カードショップかりんとうさん結構新しいカードが入ってるんでって言って買って、これ過去2回でゴッドミッション3弾とゴッドミッション5弾の時も買ったんですけど、 UR 入ってたんですよね。ゴッドミッション3弾とゴッドミッション5弾の、ただヒーローズのオリジナルっていうのかなの UR が入ってたことないんで、今回もあれが欲しいんですよ。ベビーのトランクスのやつがいいんですけど、入ってない気がします。はい、じゃあ開けます。まあ、勝手に予想してみた。ゴッドミッション6弾の UR は入ってるような気がしますけど、その何だったっけ名前、スーパービビートランクスでしたっけ、忘れましたけど。じゃあ開けます。いや緊張するね。 やっぱね、 UR 確定は緊張しますよね。はい、GM 10弾の SR 孫悟空、これはかなりオリパでゲットした覚えありますね。はい、ゴッドミッション6弾 SR ベビー少年隊、あーまだか。ゴッドミッション3弾の CP ベジット、緊張するな。はい、8弾の SR チルド、はい、あー意外、そうだそうだ、孫悟天ゼノ、ゴッドミッション6弾の UR、 あ、そうですね、これも新キャラっすよね。これも入ってないと思ったんですよ。そうだそれ忘れてた。うん、ベビーのスーパーベビートランクスでしたっけと、これは入ってないかなって思ったんですよ、新キャラなんで。だけど入ってた、やっぱ当たりましたね。ゴッドミッション6弾の UR 入ってましたね。いやー嬉しい。やっぱね、持ってない UR 当たると嬉しいですね。確定じゃないオリパで UR 出たらもう被っても嬉しいんですけどね。よし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 。で、ゴッドミッション3弾の SR、南の海王神でしたね。ちょっとね、シークレット確定はね、ちょっと買う勇気ないですね。最新弾が入ってるわけがないですよね、シークレット確定のやつで。やっぱ最新のやつって高いですし。どんなんだったかな、エリートタイプ HP3000、 パワー3200、ガード3100、なんて読むのかな、竜爪炎武、必要エナジー6、アビリティ、ラウンド終了時自分チームの HP が 50% 以上の場合、自分のパワーを永続でプラス3000し、自分チームのヒーローエナジープラス1毎回。結構いいですよね、 50% 以上の場合なんで、まあ、最初の方で、まあ、ヒーローエナジープラス1もしてくれますし。で、フュージョン2ラウンド目以降パートナーと合体可能、合体後毎ラウンド自分の戦闘力2倍&記録回復、さらに永続でミラクルパーフェクトの発生率が超アップし、チャージインパクトに勝利すると敵に与えるダメージプラス2000、まあ、結構いいですよね、プラス2000なんで。で、ミラクルパーフェクトの発生確率超アップなんでいいっすよね。で、まあまあアビリティでHP50% 以上保てばパワーもプラス3000なんで、はい、どんなんなんのかな合体したら。
なんか違和感ありますね、刀あるんで、ゴテンクスの姿で。はい、というわけで、まあ良かったですね。とりあえずゴッドミッション6段の UR ゲットできたのも嬉しかったですし、まあ、新キャラの UR 取れたのも嬉しかったですね。はい、というわけで、まあまあ今回も狙い通りゴッドミッション6段のカードをいっぱいゲットできたんで良かったですね。はい、というわけで今回はこういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。